本当の強さは優しさの中に隠れて見えない。ガラスの花すべてを映して、君の悲しみも光に変えるよ。生きてゆく道を照らし続け、心に迷わずに寄り添う君をずっと抱きしめていたい。手を伸ばして守るべきものが僕にはあること、教えてくれたね。見えない未来に怯えた自分を乗り越え、本当の強さは優しさの中に隠れて見えない。ガラスの花すべてを映して、君の悲しみも光に変えるよ。生きてゆく道を照らし続け、本当に本当に緊張してるんで、ちょっと皆さん温かい目でよろしくお願いします。奥花子のコピーをさせていただいております。なんかうまいことチャットモンチの間に入れていただいたんですけど、私もチャットモンチやりたくって、もうなんか正直奥花子あんまり好きじゃなくってなんか、うん、チャットモンチやりたいなと思ってなんかいい曲なんだけど、なんか本当に歌詞が恋の歌ばっかなんですよ。でスコア買ったんですけど、そのスコアの中の曲のタイトルがまず恋っていう曲があって、初恋っていう曲があって、最後の恋っていう曲があって、なんかあなたに好きと言われたいみたいな曲があって、もうなんかもう、うん、いいよもうみたいな感じでうん、全然関係ない話するんですけど、なんか私農学部で昨日農場行ってて、もうめっちゃもう本当暑くて、もう一日中農作業してるんですよ。他の学部だったら考えられないと思うんですけど、
バスで毎週金曜日農場行ってて、もうバスから降りると羊とかもう牛とかがもう自由に泣いてるみたいなとこ行ってるんですよ本当にでも軽く熱中症になって、昨日一日中なんかかぼちゃの収穫とかトウモロコシの収穫とかしててすごいどうでもいいと思うけど皆さん熱中症には気をつけてくださいねっていう感じで、次の曲がなんか夏のなんか失恋の歌みたいな感じやりますあ、間違えたちょっと待って、こう
していたい。もう喧嘩することももうやきもち焼くことももう顔を見ることさえできないのなら、もう会いたくなってももう息ができなくてもあなたを呼ばないと約束するから、あなたを呼ばないと約束するから。指先がプルプルしますよ。なんか MC 入れずにちょっと続けちゃうとちょっと飽きちゃうかなと思って、なんか刺激的な話をしたいなと思って何に話そうかなと思ったんですけど、ちょっと農学部のちょ実験の話をしようかなと思って、他の学部の方ってなんか物理学実験とか化学実験とかだと思うんですけど、私の学部は生物学実験で、で一番刺激的だったのがネズミの解剖をしたんですけど、あのまず生きてるネズミに自分で注射して麻酔をかけるんですね。もうだんだんなんかちょっとラリってきた感じの中だんだんいろいろしてくるんですけど、で、あ麻酔かかったなと思って倒れたネズミを自分でこうやってつまんで注射して、あ違うわそれもう言ったあれそう麻酔かかったんだ、そうかかってそうで解剖するのにその固定しないとちょっと解剖しにくいんで、そのコルクの上にまず貼り付けにするんですよネズミをでどうやってするかっていうとごめんねなんかこのコルクの上に仰向けにネズミを寝かせて、その手のひらと足のこうでなんか画鋲で固定するんですよ、ぐさってもう本当に心がダークになるんですけど、あそう農学部のね1年生がいるからやるんだよそうね、なんかもう解剖自体はもうなんか慣れたんですけど、そのお腹切るとか内臓を取り出すとか、なんかその時の実験はなんか頭を切り落としてくださいって言われてハサミで、ね、本当にもうね夢に出てきそうな感じで、もう首切り落として、うんうん、もういいやそこからの話はそんな学部もあるんですよっていうことで最後の曲いきます焼けた「あの日からあたしの幸せの場所はあなたの隣になった」「お互いの名前の呼び方も手のつなぎ方もぎこちなくて」「そんな頃が懐かしいほどずっと一緒にいたよね」「好きすぎて苦しくなって信じたいのに」知ってるから、あなた
けど、ありがとうございました。